今回は守備の一般原則の中からポジショニングの解説で前回ローピングの説明をしました今回はエリアに応じたポジショニングの解説ですここまでのポジショニングの説明でスリーラインを形成することで相手のスペースを消し選手間で適切な距離を保つことができますさらに相手のボール保持者から3つのエリアに応じたポジションを取り エリアに応じた役割を果たすようにします。第1エリアは直接ボールに関与するエリアでボール保持者に顔を上げさせないようにプレスをかけパスをさせないようにしたり状況判断させないようにします。さらに積極的に相手ボールを奪いに行きます。このエリアでは数的優位な状況を作ることができれば相手ボールを奪える可能性は高くなります。第2エリアでは 1> 第1エリアから出させないようにします。そのために相手選手の横や前に入ってパスコースを消します。第3エリアでは背後のスペースを疲れないように注意してラインをコントロールしてコンパクトな距離感にポジショニングするようにします。このエリアに応じたポジショニングはレディーの段階で守備組織を作る時のポジショニングとして重要です。またスイッチの段階で チーム全員で相手ボールを奪いに行く時のポジショニングとしても重要になってきます。今回はここまでにします。次回は守備の一般原則のうちバランスの解説から始めます。なるべくわかりやすく噛み砕いて説明していきます。それでもよくわからないということがあればコメント欄にご意見ください。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。